ハンガリーの男子元陸上競技選手である。彼は1908年に開催された1908年ロンドンオリンピックのソータ高トびで銀メダルを獲得した。1885年に当時ハンガリー王国に帰属していたクルージュイコールナッポカで生まれた。その日にはオリンピック出場経験が2回ある。最初は1九百六年の1九百六年アテネオリンピックで 総高飛び、総幅飛び、立幅飛びの3種目に出場したが、いずれもメダルには手が届かなかった。続く1908年のロンドンオリンピックでは、総高飛びのみに出場した。ロンドンオリンピックでの総高飛び種目には、10の国から22名の選手が出場して7月21日に実施された。この種目で金メダルを獲得したのは、1九百年パリオリンピックで、 アービング・バクスターが樹立していたオリンピック記録に並ぶ1メートル9 0ンチの試技に成功したアメリカ代表のハリー・ポーターだった。2位に相当する1メートル8 8ンチに成功したのはソモディの他にイギリス代表のコーネリアスリーフランス代表のジョルジュ・アンドレの2人がいた。結局この3人が銀メダル獲得者となり、銅メダル獲得者なしという結果になった。その後、 1963年に記事で指去している。この大会は現在のオリンピック誌では非公式扱いとされている。詳細については1906年アテネオリンピックを参照のこと。アスレチックスアットザ1906ラナサマーゲームズメンズハイジャンプ2011年5月30日閲覧アスレチックスアットザ1906ラナサマーゲームズ メンズロングジャンプ2011年5月30日、閲覧。アスレチックスアットザ1906ラナサマーゲームズ、メンズスタンディングロングジャンプ2011年5月30日、閲覧。アスレチックスアットザ1908ロンドンサマーゲームズ、メンズハイジャンプ2011年5月30日、閲覧。ありがとうございます。